お疲れ様です。若子です。購入します。戦争法案絶対反対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 。民主主義ってなんだ。なんだ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 。民主主義
シールズの若子です。皆さん金曜の夜にわざわざこんなところまで本当にお疲れ様です。私がなんでこんなところでしかも大事な大事な金曜日の夜に集まってるか集まってるかってわざわざ交通費も時間もかけてデートもキャンセルしてこんなところに来たって言うのすごい怒ってて単純に私戦争したくないんですよ。私戦争になっていきなり私が最前線に行くかって言ったらそれはどうかわかんないけど、でも自分の国の私の知り合いも入ってる自衛隊が候補支援っていう適当な名前を付けられて戦地に向かわなきゃいけなくて、別に武器とかも持ってていいし弾薬の提供もできるしって、私の知らないところで私は知らないうちに日本人としてどこかの知らない目の色の違う髪の色の違う喋る言葉の違う人をもしかしたら私は知らないうちに一人の日本人として殺めてしまう、そんなことがあるかもしれなくて、私は誰も殺したくないし誰にも死んでほしくないし、私は今毎日こうやって、まあ、ここにいることはちょっと例外だけど、でもなんか学校行ったり普通になんか朝までクラブ行ったり友達と遊んだりなんか親と喧嘩してみたりとか、でもちろんデート行ったりとかってそういうことが大事なんであって、そういうものをそんな勝手 なんか理系主義でも分かりませんみたいな政権に奪われたくないんですよ私は。すごい国民の人もみんなそうだと思うけどすごい怒ってるし、これからのうちらを担っていくうちらの未来をバカみたいな安倍みたいな人たちに奪いたくないんですよ。こうやって若い人がいっぱい集まっていろんな世代の人が集まってメディアがいっぱい来ててで必ず止めようと思ってます。本気で今回止めないとまずいからって思ってて本気で止めたいし、私は私の未来を自分で作って守っていきたいから、これからもこうやって声を上げていきます。頑張りましょう。ありがとうございます。ポールお疲れ様です。アジコさんでした。